まず準決勝戦のことを振り返っていただきたいのですが、関東勢が主導権を握る形になりましたね。そのあたりも予定通り。まあ、はい、あの増木が日本一の戦後だと思っています。増木の走りに連日完成度は高かったですね。まあ、今回だけじゃなくて、いつもあのその気持ちのこもった走りしてくれます。まあ、ちょっと残念ながら接触などがありましたが、最終直線で突き抜けて、まあ、あの外から山口選手が来てしまいましたが、兄ちゃんという形になりました。そのあたりいかがでしょう。麻酔があのブロックした時にスピードがかなり落ちてたので、後ろが見えた瞬間に踏まないと、もう全部いかれたなっていうような感覚でした。まあ、勢いをもらいつつも自分の力をということですね。そうですね。感じじゃなかったので、もうあとラインの諸橋さんをなんとかしなきゃって気持ちで。ゴール直前に諸橋さんと若干接触したように見えましたが。まあ、そうなんですけど、一生懸命踏んだ結果です。なるほど、わかりました。まあ、結果的にライン2社、決勝に上がることになりました。いかがでしょう。じゃあなんか、はい、ジャンぐらいで、すごいなと思うし、はい、では、3走して今節の感触というのはいかがでしょうか。そうですね、今節はまた前節からまた自転車も変えたりしたんですけど、結構いい方向に来てたなと思います。ちょっと去年はなかなか苦しい時期が大きかったので、今年はこういい出だしになったのかな。そうですね、もうあの1年ぐらいのずっと怪我で、その自転車が進まなかったので、まあ、1年かかるっていうのはなかなか自分ならなかったんですけど、ここまでまたたどり着いて、やはりもう何でしょう、若手の力とご自身の努力とっていう部分ですかね。一人も抜けないと。いや、もうあの努力しないとついていくことすらできないぐらいになっているので頑張ってます、はい、そうですね。やっぱり決勝戦に向けて何か対応したい部分や修正点があったら教えてください。まああの一番は疲れも少ないかと思います。はい、決勝戦どう戦うか、はい、勝つためにはどういったところがポイントになるか教えてください。まだちょっとメンバーが出そうってないので何とも言えないですけど、まあ、とにかく気合いで頑張ります。はい、では決勝戦の意気込み聞かせてください。はい、あの優勝です。頑張ります。